九死に一生を得たドライバーの男性は、まあ、飯岡漁港の付近に差し掛かった時にコーナーを曲がった状況で、曲がったらもう波の壁が隣に見えたっていう状況です。波の壁がもう曲がった瞬間に見えたんですが、その時点ではもう、走るしかなかったんですね。はい、で、そのもう最中に車が波に巻き込まれたっていう状況で、に波が増えて、はい、もう車が浮いた状態ですね。浮いて、もうその状況でもうパニックになりまして、はい、水かさが最大多分、メートル近くまでなったと思うんですけど、その状態で出れば流されちゃうと思ったんで、まあ、少し収まるのを待つしかないっていう